こんにちは、ポンポムゆりです。まあタイトルを見ても分かったと思うんですけども、髪の毛をさらに暗くして、もうほとんど黒みたいな感じにしてきました。さっきまで出かけてたので髪の毛もね、もうぺっちゃんこであれなんですけど、であとため撮りを、私は結構ため撮りをするスタンスで YouTube をやってて、一気に動画を撮って一気に編集してポンポンポンって出すっていうスタイルを撮ってるので、今後また髪の毛がね暗い色じゃなくて、もうちょっと明るい前回の色の時の動画もまだ出てくると思うんですけども、その辺はねご了承いただけると嬉しいです。で、今回は髪を染めたよっていうだけじゃちょっと短くなっちゃうかなと思ったので、私の行ってる美容院は結構街の方にあって、帰り際に買い物をして帰るんですよ。なのでそこで買ったね化粧品などを紹介していこうかなと思います。まず一つ目、こちらのベリサムのシーリップカラーですね。これはラブリーピーチって色を買いました。今私結構サーモンピンクみたいな色にハマってて、まあね、サーモンピンクがすごく好きな色だなって最近使ってて思ったので、一番サーモンピンクに近そうな色を選びました。まあね、ベリサム結構みんな紹介してるので、ちょっと動画にしようかはちょっと迷ったんですけど、まあ私自身もちょっとやってみたかったので、まあ今度動画でね使ってみたいと思います。で、二つ目がこのキャンメイクのシークレットカラーアイズの02番です。このハーフアイになれるっていうアイシャドウなんですけど、青い肌の人と黄色い肌よりの人の2種類に分かれてあったので、私は青み肌向けの方を買いました。白すぎてちょっと、まあ、ちょっとコンプレックスなとこもあるんですけど、まあ大体ね、青みがかった肌だろうなって自分でなんとなく思ったので、こっちの青み肌向けの方を買いました。この2つの2色の色で目の近くのメリハリをつけて、でここの赤は下まぶたなどに使うみたいですね。これはねちょっと今までになかったので使うのが楽しみです。3つ目はこちらのセザンヌの皮脂テカリ防止下地です。私結構皮脂が多く出るタイプで、すぐ顔がテカるので、ちょっとテカリ防止で化粧下地なんかいいのないかなって多分動画で言って、でそしたらなんか教えてくれた方がいて、セザンヌの皮脂テカリ防止の下地がいいですよっていう教えてくれた方がいたので、ちょっと買ってみました。本当ね、いつもなんかこうコメント欄とかでいろんなことを教えてくれる人とか見るとね、本当にありがたいです。いつもありがとうございます。で、最後にビセのリセ CC ウォータリーファンデーション CC ファンデーション CC クリームではないんだけど、 CC クリームよりもっと水っぽい感じのまあファンデーションを買いました。クッションファンデを最近ずっと使ってるんですけど、すぐなくなっちゃって結構困ってたので、このね CC ウォータリーファンデーションっていうのが結構ツヤ肌になるみたいで、こうクッションファンデに似てるところがあるのかなと思って購入しました。ビセはローラちゃんがモデルやってるのですごい可愛いなと思って、いつもなんかこう買いたいな、欲しいなって思ったんですけど、結構ね値段が高いなって思ってて、チーク&リップとかもなんかキャンメイクで似たようなのが出てるから、ちょっとキャンメイク買おうかなとか思ったりして、まあ、結局どっちも買ってないんですけど、いつもね安い方にちょっとお金がなくて流れてたので、なのでまあ今回はねちょっとこのビセの CC ウォータリーファンデーションをね試してみたいと思います。ということで今回はまあ化粧品の紹介、購入化粧品の紹介と、あとまあ髪の毛を染めましたよっていう、それだけの動画なんですけども、まあね、いつも髪型を変えたらね、動画アップしてたので今回も撮ってみました。でね、髪の毛も切ってきたんですよね。結構短く、ちょっとだけ短くしました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバイ。これは青み肌向けの人と、あと黄身肌向けって言って、黄色い、どっちかっていうと黄色い肌の人向けの方と青い肌向けの人の方があったので、これを